返し申し上げます。この友やす子は行列に加わることによってその格式や意義を高める、効果があるそうでございます。かつての大名行列には欠かせないのがこのやす子行列、やす子ぶりでございます。独特の段差と呼ばれる歩き方に加え、大鳥芸、棒型、縦型、滝箱などの、今でいいところのパフォーマンスをしながら、独特の掛け声で練り歩いて行列の、先を、歩くわけでございます。現在も大阪友やす子保存会の皆様によってこれを保存し継承していただいております。大阪府下ではやっこが出るお祭りというものは当社のこの神事のみとなっております。大変貴重な行事でございます。1月の演奏により新職が参入してまいりました。この新職は、舞台の上から四方を払い清めて一部は成人となり、この社会をご奉仕申し上げます。夜音と呼ばれます、女性奉仕者は当社の義母、春日部のご奉仕によります。一年に一度この玉井という神楽を舞います。この神楽のために、稽古をして本社の義母や夜音となり稽古をしているわけでございます。
炭鉱の世話をいたします御田港の皆様によって成り立っております。高校舎カエクエネの一堂に続きまして、後ほど三年踊りを踊ります。三乙女の、道女たち、またこの神事の大鳥を担います住吉踊りの皆様の参入でございます。ちょうど種は白かきを行っておりますところ、学人の先導によりまして、神職、霊人、玉井を舞います八乙女、この八乙女は当社の巫女、神楽目のご奉仕によります、かつての新町加賀の名前を残します高張当人に続きまして、花子、稚子、糸締め、上でといった順番で、この度の上方文化芸能運営委員会の皆様の維持継承によります、儀式の行列でございます。花子、稚子、糸締め、上での順番で進んでまいります。それに続きまして、この度のご神前より授かりましたご神水をお持ちの大田主を、先頭に高校舎羽生踊り茅上目の皆様が、参入してまいります。羽生踊りと羽乙女に続きまして住吉踊りが神狩りで、行列の最後を練り歩いております。